中西遥です。さあ今日も早速参りましょう。エクストリーム耳鼻咽喉科舌下免疫療法編、8割良くなる。はい、さあやってまいりました。舌下免疫療法ということで今日は話をするんですけども、これはですねアレルギー性鼻炎の治療の話なんですね。私の過去の動画でもアレルギー性鼻炎についてはかなり詳しく長くお話ししているものもあるので、そちらも見ていただけたらと思うんですけども、その中で舌下免疫療法少し触れてるんですけども、もうちょっと詳しくお話しした方がいいかなと思うので、ここではそれに特化してお話ししてみます。で、舌下免疫療法どういうものかと言いますと、アレルギー性鼻炎の治療というのはいろいろあるんですね。まあ、抗原回避といって、アレルギーの元から避ける飲み薬の治療で、手術もあるんですね。でもう一つ、舌下免疫療法になるんですけども、これが唯一アレルギーが治ったとか、アレルギーがほとんど気にならなくなったというふうに根治、寛解が期待できる治療ということになります。どういうものかといいますと、お薬をですね、この舌下、前歯の後ろのところですね、舌下というところに毎日、1日1錠飲むんですね。飲む前にこの舌下に1分間保持します。そして、1分保持してその後ごっくんする。これを毎日続けるんですね。だいたい3年から4年続けると、効果が持続する時間が長いというふうに言われています。で、今現在2021年にこの動画作ってるんですけども、日本ではですね現在スギとダニの舌下免疫療法のお薬があります。期待される効果としてはアレルギーのくしゃみ、鼻水、鼻づまり、この3つの症状をこう抑えるということで、新規アレルゲンの感作予防というふうに書いてますけども、例えばですね、ダニのアレルギーがすごく強いようなお子さんというのは、そこから先にですね、スギ、ヒノキもまたこうボコボコと出てくることが多いんですね。他のアレルゲンの感作することも抑えて、なおかつダニのこう反応も抑えるということで、一つ抑えることで他のアレルギーが出てくるのを抑える働きがあるということが知られています。はい、3つ目ですね、喘息の発症予防ですね。喘息というのもアレルギーの疾患の一つなんですけども、舌下免疫療法を行うことで喘息が出てくるということも抑えられるということが知られています。舌下免疫療法をするときでですね、お子さんが多いんですけども、成人の方でも適用になるんですね。大人でも子どもでも治療に必要なお薬の量というのはこの舌下免疫療法の場合は同じなんです。体重あたりじゃないんですね。なので同じようにこの3つを守ってもらうんですけども、いきます。1つ目、毎日お薬飲んでください。だからお子さんなんかも自分で毎日お母さんお父さんに言われなくても毎日飲めますかということは結構大事なんですね。親御さんが忙しくて忘れてることもあるでしょうから、1週間ぐらいちょっと忘れてましたっていう時にもう一回飲もうっていうのはちょっと危ないんですね。なので毎日飲んでください。2つ目、調子悪かったら教えてほしいんですよね。どういうことかと言いますと、飲んだら口がかゆいとか、腫れちゃったとか、気分が悪いというようなことが万が一あったら先生に教えてねというふうにお話しします。で、3つ目、これ一番大事です。内服する前後2時間は激しい運動は控えてくださいということです。これどういうことかと言いますと、運動誘発喘息というのがありまして、お薬、こういう舌下免疫療法のお薬を飲んで、喘息が出たというのは報告が少しあるんですね。これはきちんと指導をしていれば防ぐことができますので、内服の前後2時間は必ず激しい運動は控えてくださいと。例えば今日は学校でマラソン大会があるとかいう時にはお薬を朝飲むのは控えて帰ってきてから飲もうねというふうに、そういうふうにご家庭でも管理してくださいというふうにお話ししています。ではいつからですね舌下免疫療法を始めればいいのかということで、おすすめの開始時期ですけども、およそ6歳以降というふうに書いてますが、毎日自分で飲んで管理して、調子が悪かったら先生にも報告をしてというようなことができるのがやっぱり6歳7歳以降ぐらいかなということがあります。あんまり小さいとですね、このお薬自体には年齢制限というのはないんですけども、ベロの下で1分保持するというのはなかなか難しいんですね。だから大体やっぱり小学校上がってからぐらいが適当かなというふうに考えています。飲み方なんですけど、最初の1週間はスタートの量なんですね。スタートの量で1週間飲んで、1週間したら増量します。で、増量した量でずっと同じ量で3、4年いくわけですね。はい、頑張って続けてねということで、時々チェックをしながら、飲めてますかということで、問題ないですかとお鼻の状況も見ながら治療していくわけです。ダニの治療をしてても、ハウスダストを持ってたりだとか、重複してアレルギー持ってる子もいるので、通常のお鼻の治療、飲み薬もしつつ、舌下免疫療法のお薬もしつつ、場合によって鼻づまりの強いなお子さんであればステロイドの点鼻とかも併用しながら、いつもお鼻が調子よくいられるように見ていくということになります。
副反応と対策3つということですけども、こうスタートして大体1ヶ月ぐらいはですね、ちょっとこういう副反応が出ることも多いんですね。でどういうものかと言いますと、飲んだ後にちょっと口が違和感があるとか、粘膜が腫れたとか舌が腫れたとかいう感じを訴えることもあります。あるいはちょっと口が痒いとか耳が痒いって言われることもあるんですね。で軽いものであれば基本的には継続します。ただちょっと注意すべきものが2つあって、喘息とじんましんですね。この2つが出てきた時にはちょっと要注意です。でこういう副反応があった場合の対策としてですね、抗ヒスタミン薬の内服をするとか、飲み方を工夫して、舌の成虫だと吸収がいいのでちょっと、真ん中を外して少し脇の方に置いてみたりとか、喉の違和感とか痒みが強い場合にはごっくんせずに1分保持してから吐き出すとかで、スタートの量と維持量というふうに言いましたけども、スタートの量でしばらくちょっと続けて少なめで慣らしてから維持量に移行するというふうに、飲み方の増量法をちょっと工夫したりします。舌下免疫療法の問題点ですけども、これはですね、客観的評価難しいと書いてますが、どれぐらい効いてるか評価するのはなかなか難しいところがあるんですね。というのはダニアレルギー持ってらっしゃる方というのはハウスダストのアレルギー持ってることも多いんですね。なので、まあ、純粋に舌下免疫療法でダニアレルギーどんだけ良くなったんだというのはちょっと評価しにくいんです。特に子どもさんの場合、鼻腔の形態もちょっと成長に伴って形も変わってきたり、環境も変わったりしますんで、まあ、この難しさが一つあるということと、治療を開始する前にどれぐらい効くんですかということも、やっぱこれも予想しにくいんですね。通常の保存的治療をしててもなかなか難しいというような場合には、アレルギーの抗体検査の結果も見ながら適用を決めているということになります。3つ目ですね、再燃と書いてますけども、まあ、初めにお話ししたように3年から4年治療を続けた後に、じゃあその後どれぐらい続くのかということのデータがまだまだあんまり、この舌下免疫療法始まって日が浅いので、まあ、日本で始まってまだ10年も経ってないので、どれぐらい続くのか、また再燃するのはいつなのかというのがはっきり申し上げにくいということがあって、やっぱり3年よりも4年やってる人の方が効果持続が長いということも分かってきてますので、まあ、最近始めるような方であれば4年ぐらいは頑張って続けると、長期間作用が持続するというふうに言われてますので、頑張りましょうというふうにご案内しています。さあ、いかがだったでしょうか。今日はですね、舌下免疫療法についてお話ししたんですけども、まあ、アレルギー性鼻炎でいつも鼻づまりが困るとか、くしゃみ、鼻水、これなんとかならないのかなということについては、まあ、ずっとお薬飲む以外にもこういう治療もありますということで、ご興味ある方は耳鼻科にご相談いただけたらと思います。ではまた。